皆様こんにちは。昨日の動画では私の経歴や退職した理由や今後どうしていきたいかなど簡単ではございますが、皆様にご紹介させていただきました。おさらいにはなりますが、今まで金融機関に11年間勤務しておりました。人並みのお給料はいただいておりましたが、営業職でもあり、特筆すべきようなスキルを持ち合わせているわけではございません。しかし、これからの人生で、またサラリーマンとして働くようなことは考えておりません。ですので、就職活動をするのではなく、今後、どうやってお金を稼いでいくかについて考えていきたいと思います。私は今、会社の家族寮に住んでおります。詳しい日程については会社と調整中ではございますが、早ければ1ヶ月、遅くても2ヶ月後には退去する必要があります。やることを先に決めてから引っ越しをするのか、引っ越しをしてからやることを決めるのかということについても未定でございます。そのことにつきましても今後、動画を通して皆様と共有させていただきたいと思っております。今回の動画の本題ですが、現状の所有資産についてご報告させていただきたいと思います。まず預金残高について、合計555万9619円を所有しております。画像を載せておきますが、勤務先の預金口座もあるため、一部画像を付けできないところがございますことをご了承くださいませ。次に所有しておりますのが、個別株式です。個別銘柄と積み立て NISA を合わせて332万9141円です。これは、今日時点の地価評価額となっております。よって、預金と株式の合計は、888万8760円となっております。その他、固定資産や例えば貴金属等の高価なもの、保険での運用は行っておらず、強いて言えば売却想定価格が50万から60万円程度の自動車を所有しているぐらいです。この先、引っ越し費用や入居費用等さまざまなコストが発生することを考えると不安はありますが、支出を減らし収入源を確保しようと考えております。資産状況については定期的にご報告できればと思っておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。